おはようございます。本日も鈴間です。びっくりした。鈴間と思った。相変わらず今日もカラフルの。なんか出店者みたいです。私レナちゃん出店してます。何出店しようかな。じゃあちょっとブースを回ろう。まおちゃん、はい、アナさん会いに行こう。会いに行こう。アナさんは
感想。初めてやった VR。 楽しい。はい、ありがとうございます。後で送っとくの。はい、お願いします。はい、二重のツアースーパーストア名古屋開店の松井店長です。松井です。いつもお世話になってます。お世話になってます。ありがとうございます。アナさんも世界店でお世話になり、私もお世話になり、はい、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。皆さんよかったらお願いします。お願いします。で、割引券もお配りしてますので、ぜひお越しください。よろしくお願いいたします。遊びに来てください。今からまおちゃんと本物の偽物クイズにやってみたいと思います。挑戦です。何分クリアできるか当ててください。皆さんコメント欄に。では頑張ろう。フェアウェイのシムマックス、フェアウェイウッド、クラブの磨き方を教えます。これ違うか。シムマックスがどっちが本物か、偽物か、ということ。本物か偽物か分かりますか？全然わかんないです。でもなんか A じゃないか、そんな雰囲気がある。こっち？めっちゃ自信持って言ってるけど、違かったらどうしよう。 B！ A！ あ、本物これ。本物は B！ B！ 本物。一番は、わかりやすいのが、この部分に、シリアルが。シリアルナンバー。これが多分一番わかりやすいポイントだと思います。あとは、ヘッドのサイズが。違いますよね。ちょっと大きいですよね。はい。だからそうですね。半万ぐらいかな。で、こういう部分のスピードポケット、これ素材もちょっと違いますよね。うん、あ、本当だ。ツルツル。シャブタムなんか。シムマックスのドライバー使ってるんですよ。はい。テイラーのこれないし。そう。だからこれ。タイヤのシールが昔が多分効くと思う。あ、そうなの。そう。でもこれグリップ太くないですか？でも見て、うん、まあ太さはもちろん、あ、それ関係ない。いや、太さが、まあ太い、太い細いももちろんありますけど。すごいだろう。大きさとここが一番シリアルな。多分一番ですよね、これがこの場合は。なるほど。ないもんね。B、正解。イエーイ。1問クリア。1問クリア。第2問、テーラーメイド。M6 ドライバー、さあどっちが本物か。見分けるんかな。ここここもうこれが全く違う。あ、色が、うん、こっちが本物、本物、こっちが偽物。偽物。素晴らしい。よし、いいえ。色の細さ、細さ、細さ全然違う。この下にある。中にある。場所？こういうところを見るのね。ここの下にあるかちょっとずれてるか。でも偽物の方がちょっと汚い。偽物っぽい。ちょっとこれはっぽいです。あ、そこも違う。でも色が違う。偽物の方がはっきりしてる。うん。シャフトの太さ。これはあんまり変わらない。やっぱ変わらない。これはあんま変わらない。でも色がこっちの方が薄い。いや、濃い濃い濃いか。
濃い濃い、めっちゃ濃くてかマジ濃い、すごい難しいね。第3問、ダンロップゼクシオ11 2020年ドライバー、どっちが本物？どっちが本物？こっちや。だってシリアルナンバーあるよ。あ、でもどっちもあるぞ。やばい、難しくなってくる。こっちだ。こっち。こっち。もうさ、なんかさ、私の感覚なんですけど、シャフトがどんどん太くなってくるね、偽物のやつは。ああ、さっきもそうだったね、うん、これも太いもん、これ細いですよ、シャフトが全然違う。で、どっちが本物？こっち。 A？ A。 これが本物です。クリア。これね、斜めに。本当だ、これまっすぐ。あとここの色も違う。本当だ。テーラーメイド P760 アイアン。テーラー。これ今なんかめっちゃ人気。あ、こっちが本物なんじゃない？違うか。わかんない。なるべくこっちめっちゃ偽物に見えるね。こっち見えるわ、偽物っぽい。こっちらが本物に見える。あ、いや、わかんない。正解。正解？正解。おお、B が本物。本物。おお、何が違うの？素体が違う。そう、なんか T と A。なるほど。第5問、 SC セレクトファーストバック2018スコッティ・キャメロン。デデン。むずい、むずい。あ、でもここのゴールの色が違う。あ、本当こっちだ。ゴールドだもんね、これ。あ、本当だ。ゴールド。音とかは関係ないのかな、打感とか。あると思う。ただ簡単に見分ける。確かに太いわ、偽物は。そう、偽物なんかすごい。シャフトが太くなると思う。めっちゃ。これも全然違う。太の太さがやっぱ全然違う。やばいね。一番の見分け方はシャフトの太さな気がする。全部太いもん。うちらは全部正解。イエーイ。むずい、むずい、全然むずい。でもこんな風になんか偽物とかあったら困るよね。見分け方がちょっと分かった気がします。はい、なんでよかったら皆さん見分けてください。はい。柔らかいんですけど振ってみると柔らかくないっていうのがネクシェンですよね。はい、
ナイス、素晴らしい、素晴らしいですよ、素晴らしいですよ、ど真ん中ドロー来ました、来ました、適当、適当ポーンですよねこれですよ、これ適当ポーンできないです、間違いないです、めっちゃいいデータですよこれナイス、これ欲しい、これ6月ですか、6月です、6月、わかりました、すみません、ちょっとこれユーティリティも一回打ってください、ユーティリティ、ユーティリティも持ってるんですよ、いやで今回のやつは本当にかっこいいですよ、かっこよくなりました、新生ネクストジェン、これは何度、これは23度、はい、エドさん、アイアンってシャフトなんですか、今 NS の950 ネオ、ネオ、はい、だったらディアマナ、ディアマナ、はい、一発ノーマル打った後に、はい、その時ディアマナのユーティリティもありますんで、はい、4番やん、めっちゃいい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 、これいらないな、めっちゃいい、めっちゃいいよ、だってほんと適当っぽんですもんね、めっちゃいいですよこれ、めっちゃいい、球上がってるし170、180ですよ、やばいよやばいな、これ180ヤード今の感じだったら楽ですよね、十分ですよね、はい、軽くパーン、はい、軽くポーンと、いやどうぞ今回もネクストさんだけど、ネクストさんだけどワンニーカーここから決めるのまだ入り口入ってすぐやけど、いやありがとうございます、ありがとうございました、またこれからも、はい、またよろしくお願いします、よろしくお願いします、ちょっと使わせてもらいます、はい、もうぜひぜひ、チャンネル登録、高評価、メールマーク通知もお願いします、チュールチュール超チュール、はい、ありがとうございます